どうもお疲れ様です金曜日をお過ごし中でございますか今日はねあの大きく荒れた後なんで波が収まりつつあるところなんですよであの FX っていうのは値動きがどんどん広がっていくときに撮れるんですよねだから縮んでいる時って基本的に撮れないんですよ見えるだけなんですよ今大きく触れたものがだんだん小さく収束していきますので次の動きが上にはねたり下にはねたりとかねで跳ねる時にやっぱレンジ設定ができるといいですよね あの薄めのレンジ設定、あのー、なんですか上下の間隔が狭いこういった細いね細い20ピップスぐらいのレンジ設定ができるとそこを出た時にブレイクしてついていくっていうのがね通用しますからね、はい、それでねふき頃のことなんですけども、あのー、やっぱこう力がついたっていうふうな手応えを感じることって非常に大事でねそういった日々を積み重ねていって、えー、本当にちょびっとなんですよ傾きが。あのー、5分5分から4分6分 もっと言ったら51対49のバランスになった時にずっと利益が出続けるんですよねただしそのトレードの回数が少ないとその誤差の範囲で自分が勝ってるとか負けてるとかっていう判断しちゃうんですよねやっぱりこれから FX をやっていこうと思うとそれこそね何万回というトレードをするわけですよで私なんてもうその域に達してて皆さんに対しては目標を1000トレードですよっていうふうに最初の 設定値を出してるんですけどもトトレレーードドがが終わったら FX のトレードが全部終わるわけじゃないですからねそれからおそらく数年間とか下手したらね10年とか20年この FX っていうのに向き合ってずっとそこから利益を取っていこうとするわけじゃないですかそうなると今日トレードが終わっても明日もあるんですよね明日が終わっても明後日があるんですよそうやってうんずってずとね FX と付き合うってことはトレードの回数が1000回3000回5000回って積み上がっていくことなんでそうなるとだんだん自分の技術ってのが明確にプラスにこう偏っていくんですよねあくまで平均で勝っていくって話ですからただしこのま,まあま、のー、FX オリガルヒのこういったやり取りを続けていくとどうなるかっていうと勝率4対6って言ってますけども73とか82にはなりますよ、うん、やっぱそれだけのことをやってるんでね あの特別ファンダメンタルでがっつり稼いでいきましょうって話をしてるわけじゃなくてテクニカルをとりあえず抑えておきましょうってことなんですよテクニカルをマスターしたらまあずーっとお金が増えるだけですからうんまあそれはねあのもう感じてらっしゃると思いますので特に心配してませんけどもトレードの回数が減ってきたとかねトレードに飽きてきて最近やってないなってなったらほら危ないですからねもちろん指導者になって指導がメインになって自分のトレードが減るっていうのは場合によってあるかもしれませんけどもそれでもねやっぱり 今でもプレイヤーをやってる人に指導を受けた方が絶対いいと思いますので近い将来ねこの技術を人に教えるんだっていう意識を持ちながら今あトレーニングをね、続けていいいたただきたいと思います。今はデモトレードとか昇格で全然構いませんけどもそれで勝てるようになったら今度は精神力を高めていってねまあその頃には高まってると思いますけどもロットを5倍10倍20倍っていうふうに増やしていくこともできると思います。 そうすると今がね0.01ロットでも1年経ったら0.1ロット0.3ロット0.5ロットみたいな感じで勝負できるようになって1ロットでやり取りできるようになるともうこれはね生活費が稼げるレベルになってきますので落ち着いて FX に専念できるようになります全てのことを全部やめ,もやめても FX だけでやれるようになってきますあとはそのおなんですかねプラスアルファのお金額が積み上がっていくんでバランスを壊さないようにいい気にならないように そういういいここそそままた基本に戻るってととかなと思いますそれでね誰かに基本をこう教えていくとかねどっかに基本を例えば書き込んでいくっていうのは初心に戻るすごくいい方法なんで、まあ、今のようにね記録をつけていくってことを、えー、本当にねあの続けていっていただきたいと思います。記録のつけ方もだんだん変わっていくと思いますしね今と同じでなくても構わないと思いますけども、まあ、少なくともね習慣の振り返りとかを今 FX オリアリーでやってますけども癖につけられるといいのかなとこれは近い将来ですけどもね。 1>, なんと1週間何やってきたのかなってことをきっちり振り返って1週間のうちにどこに山があってどこはあの見ていただけだったのかなっていうのねまあそういうふうにしていくとあ一1週間の中でももしくは1か月の中でもあの FX から離れても大丈夫な時ってあるんだなっていうのが分かってきますんでね、まあ、それはまたあの近い将来お話していきましょう今日は特にあんまりやることないんじゃないかなと思いますんでねあの他のことを一生懸命やっていただければいいんじゃないかなと思います はいじゃあ一旦失礼しますちょっと帰ってきますので